お疲れちゃんです。ラットです。今回もですね、クラッシュロイヤルやっていきたいと思うんですけど、今日はですね、ガチ BO3 やっていきたいなと思います。というわけで、ガチのバトルをね、やりたいなと思うんですけど、対戦相手がですね、こちら、クランにね、来ていただいてるんですけど、日本人のね、グッドナイト下川さんという方なんですけども、この方はですね、サイトトロフィーがもう7800いってますね。なので言ったら、僕が最大78行ったことないんで、僕よりトロフィー高いし、しかも僕結構ね、バトルやってるんですけど、1万試合もやってないんですよね。なんで、少しの期間しかやってないからわかんないですけど、最大トロフィー僕より上っていう、このちょっとね、はい、辛いですね。はい、という感じで、バルーンがね、得意な方で、結構なんかマルチで、ずっと上になんかバルーン使っているイメージがありますね、僕の中では。はい、なんで、バルーン使いだと思って、対策とかもね、対策、空多めのデッキでいきたいですね。というわけで、B3 やっていきたいなと思います。いやー、何のデッキ、トルネは使いたいかな、気持ちが、オーブン、施設プラス行き止まで、このバルーンをね、しっかり警戒していきたいなと思います。というわけで、新環境ね、次、エリゴレを早速使って、トイレちょっと待って。え？はい。大丈夫。全然大丈夫です。準備でき次第、入ってください。最近ね、フリック入力に変えたんですよね。文字打つの。ちょっと打ち慣れてないですね。よし。というわけで、BO3 なんで、先に2本ですね。先に2本取った方が勝ちっていうですね。長かったら3試合っていうのを、BO3 と言いますね。なんで、これ1本目大事ですね。よろしく。さあ、というわけで、バルーンが来るのかどうかですね、まずはですね。で、ファイスピぐらいなら避けますけど、この人のバルーン、自作のバルーンなんですよ。だから、インドラミニペが入ってる、タルババ、ザップのツースペの、すごい独特な方だったんですよ。スケタルはちょっとわかんないですね。オーブン置いたら、置いた瞬間に逆サイバルーンディガーとかされて、オーブンに釣られずに行っちゃうのが怖いんで、オーブン一回待ってますね。あ、でもタルデキのスケだから、インフェバルーン説は、ないこともないですね。ありそうっちゃありそうですね。うわ、オーブン起きてー、置いても逆サイバルーンディガーされるんですよね、マジで。え、悩む。これディガーぐらい飛ばしてほしいですね。ディガー飛ばし、多分 OK。ディガーある、直撃。これで、片絵作りずつ、インフェだったらエリゴレが焼かれちゃうけど、いや、スケラ欲しい。オッケー。これ一回ポイズン打って、スケット処理して、多分バルーンですね。バルーン使いの方なので、やはりバルーンですね、と言った感じで。ここはね、オーブン置いちゃおうかな。オーブン置いちゃって、逆サイ来ても吹き矢雪玉で頑張りたいと、ファイスピ。よいしょ。はい。で、ファイスピやりつつ、多分ディガーにね、そう、来るんすよね。やばい、待って、オーブねー優秀か、お前。オッケー。一発だね、いいですね。危ない。そうですね、なんで、ここで、形作りつつ、いいタルババですね。このタルババは。これでオーブン壊しますからね。で、ここで、もし逆サイを攻めてきたときに、中途半端に守ると、インフェルノタワーだけで、防衛される可能性があるんだけど、多分これはね、吹き矢を釣れる。釣りつつ、エリゴレで、スケルってよかったかな。インフェルノタワーですね。そこのインフェがね、でも、このエリゴレね、強いんですよ、これが。このちっちゃい奴らが、こっから出るんですね、ちっちゃい奴ら。あと、ネクロがたまたまタゲを捉えてないんで、OK! プッチョ。来た、プッチョタイム。よし。でも、これで4ワード行くんで、この瞬間に、逆サイバルーンを警戒したいですね。オッケー。いや、プッチョが強え。プッチョが強え。おっと。いや、これ多分ミスですね。5タップした説がありますね。これは、多分もう勝ちましたね。最後。多分、2周目はもしかしたら逆サイに回してくるか。ですね。回転で回してくる。これ雪玉のノックバックで、オーブンに行くようにしつつ、OK! いや、最後相手が5タップしてましたね。危なっ。けど、ちょっとね、プッチョがね、強すぎるかもしれない、これは。これはね、ちょっと強すぎるかもしれないですね。
カードは、何でも使っていいっていうところなんで、GG です。よし。で、この次ですね。まあ、ここで何使うかですね。まあ、バルーンやっぱ使ってくるってなると、バルーン意識して、取るね。小屋小屋ね。やっちゃおうかな。そうですね。小屋取るねで、バルーンを緊急のできるので、ちょっとね。やっぱやるからには勝ちたいですね。ちょっと。いやー、いきますか。いきます。さあ、1回目は、インフェバルーンでしたね。インフェバルーンなんですけど、まあ、エリゴレがね、マジで強すぎるんですよね、今の環境。よろしく。いや、まあ、取れなるから、普通にこれ置いてもいいかな。どうせなら、バルーンを、ノーダムでキング起動したいんですけど。とりあえず、まあ、マッチのですね、まあ、オフも一応かな。トルネードもあるんで、最悪バルーン来てもなんとかなるでしょう。コウモリ、レント?あれ?おー、あ、ラバクロか。いや、これラバクロの香りがしますね。ホバリングコウモリだとしたら、ラバクロの香りが、すごいするんですけど、いきだ、まあ、はいはいはい。そんな感じですね。これどうせ今、キョスケでいいかな?多分ネクロとかが違う?なんでこれ?ボーナス系コンビ。いくな。あー、プロフニアリだ。プロフニアのロイフグをセットしてたんだ。あ、そうですね。ロイフグですね。これは、まあ、右側課題作りつつ、トレーニングだけで、許容して、オッケーオッケー。オッケー、多分これ、あー、ババですね。ババが若干厄介なんですけど、あ、これスケル打っても、コウモリがいるから、コウモリで結構無双される気がしたな。一回我慢ですね。一回我慢で、ネクロがちょっと強いな。で、オーブン高めに置いても、さっきみたいにね、ホバでね、うまく処理されるのがちょっと嫌なんで、後ろに置きつつですね。このダックプリとかすげえ嫌だっすね。ダックプリ受けがちょっと、辛みですね。オッケーオッケー。五分ぐらいで一回耐えつつ、いて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 。もう一個下でもよかったかな、もしかしたら。で、マスキンにポイズン打ちたいんですけど、今、これあれだな、これに多分ホバーで受けて、そう。で、真ん中ロイフグステップ来ますね、これ。はい。来ますね、これは。あ、ステップしない。これ左側強要ですね。で、左じゃない、右側強要ですね。で、左ちょっと受けるんですけど、まあ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 、我慢ですね。痛いですけど我慢して、これスケル打つだけで多分相手がきついと思うんですけどね。スケル打って、このマスケットにポイズンで処理して、あ、待って、気をつけ入る、これ。来た!ダクプリが、あれだ、スケル打ったことによって後ろに行って、来ましたね。クイック後ろからイント先つつ、ここですね、ここ守れるかどうか。よいしょ、ホバがちょっと厄介なんですけど、最強キョスケでタケ取って、よいしょ。ネックロ後ろに配置して、オッケー来た。あとはポイズン、小型のスペルがないんで、いやー、その方がちょっとだるいな。ここで、あはースケラで押し、あはー、ババ防衛はね、やばい。通んないかもしれない。けど、スケラがね、運よく内側から分け、やばい。湧いてない。で、ここの、カウンターを、あ、来たー!グッドゲーム!いや、これね、めちゃくちゃ相性がいいっす。申し訳ないぐらい、ちょっとね、相性いいの引いちゃいましたね。よいしょ、GG です。いや、バルーン、なんかね、ミニペインドのバルーン、ちょっとやってみたかったっすね。なんか世界で多分この人しか使ってないんですよ。なんか、そのままバルーンが鬼うまい人なんで、ちょっとね、いやー、でも、ありがとうございました。ツイッターのね、この人のリンク貼っておくんでね、皆さんぜひフォローね、やってみてください。多分シーズン終盤のバルーンのね、なんかいろいろデッキとかも載っけてると思う。お!やりますか?載っけてると思うんでね、ぜひバルーンデッキとか参考にしてみてもいいと思います。よし、やりますか、泣きの。って。ぜひやりましょう。いやー。僕スケラ好きなんですよね。スケラばっか使ってるんですけど、いや、このスケラがめっちゃ強いんですよ。これマジで本当にエリゴレスケラがぶっ壊れて、世界一もう言ったらね、
もう CRL 海外のウエストのハービーっていう選手がいるんですけど、もうその人がこの時強すぎるって言ってて、本当に強すぎなんですよね。いやー、ちょっと最後やるけど勝ちたいな。ウォールブレイカー使いたいですね、環境なんで。やっぱよし、いやー勝ちたいですね、なんだかんで言っても。よろしく。もし来たしたら来るね。あのインドラミニペのね、ワルンがワンチャン来ますね。エリゴレがね、ちょっと、まあ、エリゴレ使った方がちょっと勝てるまでありますからね、今の環境。エリゴレに勝てるデッキが結構少ないんですよね。こいつそんな大したことないやろって初め思われてたんですけど、よいしょ。まあ、ウォールブレイカーでね、まずはザップ、まあ、これだけで防衛されますね。で、あのケツエリゴレは相手になんかね、普通にユニット合わされて、あのエリ、あの処理されてカウンターを切るだけなんで、あのあんましたくないですね、言っちゃうと。ケツエリゴレだけはあのアド取ったり、なんか後半もう残り40秒とかもうこれで決めちゃうぞっていう時ならね、いいんですけど、序盤から相手のデッキが何も分かってない時にケツエリゴレしちゃうと怖いですね。で、今ケツトリトンしても、うわー、やケツトリトンして、まあ、キョスケが来たらだるいんで、まあ、トリトンちょいらないな。あの、ちょっと、ま、展開して、なんか相手のデッキ見たいですね。はい、来ましたね。これ、あの、この人のもう、なんて言うんだっけ。この人のデッキ。この人の一番得意としてるやつだと思いますね。インドラミニペバルーン。コウモリあったかな、あれ全然違うかな。うわー、まあ、待って。あー、それいやらしいですね。あー、それは、え、それはちょっとやばい。パルチェやばい。こいつの気分が、危ねえ。こいつの気分次第で今やばかったですね。でも、これ、あ、メガナイト説がありますね、これ。ちょ、一回待てよ、これ。メガナイト説があるな。あい、これ、あれメガナイトじゃない。今、ザップ使ったんですよね。うわ、バルーンかい。うわ、バルーンやないかい。ちょっと待って、これ、止まんない。止まんないから。ちょっとあの、降りに行きます。止まんないときはもう防衛しませんね。ああ。そうです。この人が一番武器のデッキです。危ない。待って、ネクロ生きろ。で、これ瞬殺して、あの、これマジでエリゴレのカードパワーで倒します。エリゴレ、圧倒的カードパワー。ああ、相手もこれ守れないってなって、ちゃんとね、ここ捨てて丁寧に防衛してきますね。で、これやばい。エリゴレプッチョが4体からの4体出て、8体出るんで、相手に8アド上げちゃいますね。8ヤードはやばいよね、8ヤードは。いや、これ多分ディガー来るから立ち玉出して、OK。OK、これ雪玉でノックバックして、多分ね、ワンチャンいらないか。まあまあまあ。いやー、こっからはですね、まあ、まあ、後ろから、あ、やばい。マジ？早くね、回転。ちょっと待って、やばい。いやー、待って、やばい。うわ、待って、それはうまいって。2周目の、あ、これ多分終わりましたね。うわ、マジかよ。マジかよ。うわー、悔しい。やば。マジ？いや、今の、普通に考えたら、いや、あの、僕がね、いや、今のはね、ちょっと上手かったです。あの、一周目のバルーンを攻めて、僕はファルチェとネクロで守ったところを、あの、やっぱ対空がね、そこしかなかったっていうのは分かってて、普通にね、ネクロとかいても、あの、もう回転がね、間に合わないっていうのをね、しっかり分かって、あの真ん中からアイコンバルーンしてきましたね。いやー、最後ちょっと悔しいですね。いいえ、こちらこそ。またね、またぜひお願いします。いやー、うまかったですね、最後の。ああいうところですね、バルーン使い方は参考にした方がいいですね。2周目バルーンを飛ばした方がいいのか、後ろから行くかっていう、多分最後あのあそこでバルーン飛ばさなかったら、相手はあの後ろからユニットを切って対決だと、僕は後ろからネクロとファルチ永遠に避けるんで、でも相手は後ろからあのインドラとかしか避けなくて、多分ね、僕が勝ってた、じゃないかなと思いますけど、最後ね、やられましたね。というわけで、BO3 ね、本日、グッドナイト、下川さんとやらせていただきました。というわけでね、概要欄に、ツイッターのね、チャンネルリンク、チャンネルではないな、ツイッターのね、リンク貼っておくんで、ぜひそちら皆さん、フォローね、よろしくお願いします。で、またね、今後 BO3 動画を、あの、いろんな有名な方とね、やっていくんでね、ぜひそちらも見ていただければいいかなと思います。というわけで、本日ね、皆さん最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。では。